戦国時代、武将たちが熾烈な争いを繰り広げる中、関東に偽装国家の建設を夢見た一族がありました。北条氏。五代にわたり百年の間関東を支配した戦国大名です。初代当主北条早雲は、応仁の乱で多くの民が犠牲になるのを目の当たりにして、 理想の国づくりを目指そうと決意します。私利私欲のために民を苦しめる権力者たちへの総運の戦いが始まりました。総運はやがて一国一城の主となると年貢を減らし民が豊かに暮らすことのできる新たな政策を打ち出します。 そうした自らの理想を、総運は北条氏の家訓として定め、死子孫尊に伝えます。それが、総運寺殿の二十一家条です。上下万民に対し、一言半句にても空事を申すべからず。 領民に対して常に誠実であれとの総運の教えは、孫の宇治安によって決実します。宇治安の治世、度重なる飢饉が両国を襲います。借財を抱え苦しむ農民を前に、宇治安は未払いの年貢を一切免除して救済します。さらに宇治安は、 戦国大名の中でもいち早く目安箱を設置。争いや不正があれば身分にかかわらず誰でも訴えることのできる制度を導入しました。民の暮らしを第一に考えた総運の理想国家を実現したのです。しかし戦国末期、五代目宇治直の時代を迎えると、 天下統一を狙う豊臣秀吉が宇治治の前に立ちはだかります。秀吉は急速に半島を広げながら、同時に厳しい年を農民に課していきました。このまま秀吉に飲み込まれれば、総運が掲げた理想の国づくりが挫折してしまう。押し寄せる22万の秀吉軍を、 宇治は当時の常識を覆す巨大な防衛門を築き上げて待ち受けます。我に称賛あり。その時歴史が動いた。今日は民を慈しむことを第一とした北条一族。その実像に迫ります。 こんばんは、皆さん。松平です。その時、歴史が動いた。今日の主人公は、こういう人たちでございます。えー、北条家の人々ですね。あの、いわゆるご北条戦国北条と、こう言われてる人ですが、この初代、北条総文。まあ、彼が日本初のお戦国大名と言われてる人です。そして、えー、宇治綱、宇治安、正。そして、 五代の宇治直という、この五人でございます。この五人で関東を百年にわたって支配したんですね。周囲は、例えば、謙信だとか、信玄だとか、今川義元だとか、こういう有力な大名がいる中で、この五人は両国を経営し続けた。それにはですね、彼らにはその当時の戦国大名にはない、極めて斬新な政治システムがあったからだということが近年の研究で分かってまいりました。 ただ、その戦国時代も末期になりますとですね、亡き信長に変わって、秀吉が天下統一を目指すようになる。そしてその秀吉が、やがてその法上に対して、俺の軍門に下れという要請をするわけですね。ところが、法上はそれを断固拒絶するわけでございます。それによって、秀吉のいわゆる法上攻め、小田原城攻めが始まるわけでございますけれども、法上にはどうしても秀吉の軍門に下れない理由があった。それは、 両民たち、つまり民衆に対する接し方の考え方、哲学の違いでございました。それはどういうものであったのか、そしてなぜそうなったのか、今日はそのことをこれからお伝えしてまいりますけれども、今日のその時は、天正18年、西暦1590年の7月の5日、その小田原城が無欠開城されたその日といたしました。 この北条五代のうちですね今日は初代と三代目とそれから五代目ですねこの三人を中心にその100年の歴史の流れを見ていきたいというふうに思いますがまずはですねこの初代の北条早雲その人生観を変えるに至ったある重大な出来事そこから今日は話を起こしていきたいというふうに思います。 応仁元年、京の町を舞台に20万以上の兵が市街戦を繰り広げる異造の大乱が勃発します。応仁の乱です。ことの発端は、将軍足利家の家督争いでした。この頃足利家に仕えていたのが北条宗文です。 この王林の乱に間近で接した総運は、自らの価値観を大きく変えることになります。私利私欲に走る足利家のために、罪もない民衆が命を奪われたり、行き場を失い流浪の民となったりしていたのです。その惨状は、地獄絵図さながらでした。 こんな世の中で良いのか。総軍は足利家を辞し、各地を転々と彷徨います。民が平和に暮らせる国とは。総軍は模索を続けました。放浪を続けること二十年余り。 宋雲は妹が嫁いだことをつてに、駿河の国今川家の家臣となっていました。ある時宋雲は隣国伊豆についての情報を耳にします。伊豆を拠点に関東を支配していた足利家の一門が、 己の私利私欲のために家督争いを起こしている。政治はおろそかになり、民は重い年貢を強いられ苦しんでいるというのです。これでは、いたずらに民を苦しめた王人の乱と同じではないか。総運は足利家打倒を決意します。 明王2年宗雲は伊豆に攻め入りますところが宗雲はすぐには戦いを始めませんでしたなぜか実はこの頃伊豆で疫病が大流行し1,000人を超える死者が出ていました 双雲は自らの軍勢に命じて村人たちに薬を配り看病に当たらせました。救われた村人たちの言葉です。双雲様は鎧兜を着なさっていたので、とんでもない鬼神のように見えたけれども、御心は優しく、慈悲深い、 生き仏であった。ウンたちは村人たちの病が治るまで看病を続けます。そして疫病が治まってから戦いを始めたのです。ウンの言葉です。 生かすべきものを生かし、殺すべきものを殺す。それが、政治というものである。総文は、民を苦しめてきた足利一族に対して、苛烈極まりない態度で臨み、伊豆一国を切り取りました。 初めて一国の主となった総文は早速民衆を第一に考えた全盛を敷きますまず手をつけたのは直接農民の負担となる年貢ですそれまで五公五民だった年貢を四公六民へ引き下げ農民の取り分を増やしました その分自分と家臣たちには失素倹約を課し財政の緊縮化を行いました。こうして民を慈しむ理想の政治が始まったのです。総運は国を治める心構えを家訓として定め、 広く両国に行き渡らせるとともに子孫に伝えました。宋雲寺殿二十一課条です。刀、衣装、人のごとく結構にあるべし、と思うべからず。刀や衣装は立派なものを身につけようとはせず、質素倹約を胸とすべし。 それは民に余計な負担をかけてはならないとの戒めでしたさらに民への接し方も定めています上下万民に対し一言半句にても空ごとを申すべからず領民に対して常に誠実であれと宗文は説いたのです やがて、総運の前世は周辺の国々にも知れ渡ります。総運の領民になることを望む人々も現れました。他国の百姓、これを聞き、我らの国も総運殿の国になってほしいものだと願う。こうした民衆の声を追い風に、 総運はその後も足利一門への挑戦を続けます。小田原など関東一円の拠点を次々と攻略。二十年以上の歳月をかけ、伊豆相模の二カ国を平定しました。総運は広く関東に理想の国を作りたいと夢を膨らませます。 足利市の悪性によって荒廃していた関東に、鎌倉幕府以来の秩序を取り戻す。その総軍の志を示す歌です。狩る木に、また花の木を植え添えて、元の都に、成してこそ、見め。 関東に理想の都を築こうとした総運の志は、この後子孫に代々受け継がれていきます。それは、北条氏滅亡の71年前のことでした。 ゲストのご紹介です。静岡大学教授の小和田哲夫さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。小和田さんは、この北条は。今川在と並ぶます。ご専門中のご専門です。で、はい、どうぞ今日はよろしくお願い,いたします。あの、このご北条の初代の。 ソウンですね。ねまあ私の印象なんですが、はい、非常にこう浪花な作詞でね、下国上でこう、うん、成り上がってたってことこういうイメージがあったのなんだろうますけども、ね、まあ確かにその面あります。ただあのソウンの実際はですね、やはりこう圧政からね、うん、まあ一般民衆庶民たちをこう救いたいというね、うまあ、そういうこう大義名分があって、まあ、それをまあ自分の まあ、生きがいみたいな形にしていたんであ,<ー>、まあ、あくまでそういう戦い方というのはその一部であったといいううふうに思います、まあ、彼の目線の先にその民衆があったこれはそのどういう理由によるんだったんでしょうか。うんまあ、やはりこう自分自身が大人文明の乱を体験してますので、まあ、そういったもう民を救うということとそういうまあ民の支持がなければやはりいい政治はできないんだというまあ理念をそこで持ったんじゃないでしょうかね。うん この北条雲が掲げた理想国家これが宗雲亡きあとですねその意思がどのようにして代々に伝わっていくんでありましょうか次の VTR ではこの宗雲の孫ですね第3代の氏康の場合を見ていきたいというふうに思います宗、うん、雲の死からおよそ30年世は本格的な戦国時代に突入していました。 武田、上杉、今川など、そうそうたる武将たちが戦いを繰り広げる中、北条氏もその渦中に巻き込まれていきます。この時、当主は三代目、北条氏康。曹軍の孫です。家督を継いだ直後から、 宇治安は周辺の国々による侵入にさらされ、苦しい戦いを余儀なくされてきました。しかし宇治安にとっての本当の危機は実は両国内にありました。国中諸軍大転。 度重なる飢饉が宇治安の両国を襲い、年貢を払えなくなった農民が田畑を捨てて逃亡。村々は荒れ果て、北条氏の政治がその足元から崩れ始めていたのです。宇治安は気づきます。戦に追われ、民への祭り事がおろそかになってしまった。 そこで、うじやが立ち返ったのは、祖父、聡文の教えでした。常に民に誠実であれ。聡文のこの教えに従い、うじやは民の暮らしを第一に考えた策を打ち出します。まず、うじやは、 土地を捨てた農民が戻ってくるよう心を砕きました。その政策が特性です。村に戻ることを条件に、それまでの年貢を長消しにすると約束しました。これによって農民たちはこぞって村に戻ってきました。さらに宇治安は、 苦しんでいる民の声に耳を傾けようとします。目安箱を設置し、問題があれば誰でも訴え裁判を受けることのできる新しい制度を導入したのです。その裁判の実例を示す文書が残されています。ことの発端は役人が年貢を不当に搾取しているのではないかという農民からの訴えでした。 役人は不正を認めません。しかし農民は役人が普通よりも大きなマスを使って年貢を多く取ったとその悪事を申し立てます。吟味の結果判決が下されました。農民側勝訴。 役人は投獄され、職務を罷免されました。身分の上下にかかわらず、正しいものが認められる公平な制度を、宇治安は作り上げたのです。総運の理想に立ち返ることで、両国内部から発した危機を乗り越えた宇治安。その目は次に両国の外へ向けられます。 天文23年、宇治安は武田、今川と三国同盟を結びました。周辺国に武力で対抗するのではなく、外交戦略によって争いを解決する道を選んだのです。こうした宇治安の国づくりは、民衆からの強い支持を得ていきます。 氏康様は万民を愛し、家臣は氏康様によく使えている。この主と家臣が揃えば、国は安泰である。この頃、氏康は大きな構想を描いていました。氏康が発給した文書からその胸の内が浮かび上がります。 お国、国、そして国家。自らの両国を一つの国家と意識した文字が多く見られます。室町時代までの旧来の秩序を脱した新たな政権を自立しようと氏康は意識していました。 祖父宗雲が夢見た民を慈しむ国づくりを成し遂げた宇治安。その国を守っていくために宇治安は独立国家の構想を打ち立てたのです。しかしその一方で独立国家を許さず、 日本を一つにまとめ上げようとする武将が現れていました。織田信長です。永6 3年、藤安と同盟していた今川義元を桶狭間の戦いで破った信長は天下統一に向けて動き出します。天下統一。 中央集権に向かう時代のうねりに、独立国家、いわば地方文献を目指す北条一族も、いやなく巻き込まれようとしていました。それは、北条氏滅亡の30年前のことでした。ご覧いただいたように、三代宇治安の時代にですね、え領、ー、内は、たびたび、 基金に見舞われるわけですね。それで年貢が払えなくなった領民たちは、その自分の田タを放り出して逃げていってしまうという、今こういうピンチに陥るわけです。この時に、ジ治スは、おじいさん、総文のそもそもの考え方に立ち戻る。つまり、第一に民のことを考えようという考え方でございます。彼は目安箱を設置する。あるいは裁判制度を設ける。 さらには今帰ってきたら滞納した年貢を払わなくていいよという、こういう特性を敷く。それによって、両国はピンチを脱するわけでございますが、両民たちもそういうウジやスの政治姿勢を意に支持するわけですね。この成功を背景にですね、彼はやがて独立国家構想、関東の独立国家構想というのをつまり地方文献構想を描くわけでございますね。 そういう時に突然降って湧いてきたのが信長の天下統一中央集権化という動きでございましたこの動きはやがて秀吉に受け継がれるわけでございますがこの中央集権化の動きに対して北条一族はどのように立ち向かうのでございましょうかさあ皆さんいよいよ今日のその時でございます天正10年6月2日 織田信長が本能寺で明智光秀の謀反に倒れますその光秀を山崎の合戦で破り戦国の表舞台に現れたのが橋場秀吉です秀吉は信長の意思を受け継ぎ天下統一に向けて動き出しましたこの時北条家では わずか18歳で家督を継いだ宇治直が五代目の当主となっていました。宇治直は祖父宇治安が打ち出した関東独立を秀吉から守るために新たに徳川家康、そして伊達政宗と三国同盟を成立させます。北条 徳川、伊達が結べば、合わせた軍勢は11万、15万の秀吉勢とも十分に対抗できる一大勢力の意味です。天正13年、朝廷から関白に任せられた豊臣秀吉は、天下統一事業を進め、宇治治たちの三国同盟の切り崩しにかかります。 まず最初のターゲットは、家康でした。秀吉は家康に上洛を求めます。家康は当初動こうとしませんでした。しかし、秀吉からの圧力を前についに屈服。家康は上洛し、秀吉に対して進化の礼を取ります。その裏で、 家康は北条氏と密かに接触していました。両者の会談は三島と沼津、北条徳川の国境近くで二度行われました。家康は高価な贈り物を差し出して誠意を示し、北条氏と戦う意思がないことを伝えました。これにより北条氏は、 家康が表向きは秀吉に従っているものの、いざとなれば味方してくれるものと確信します。天正16年4月、秀吉は天皇を京の樹楽帝に招き、全国の諸大名に列席を命じます。 列席すれば、それは大名にとって豊臣政権に従うことを意味します。大名たちが命令通り上洛してくるかどうか。これは、いわば秀吉への服従を確かめる踏み絵でした。宇治直にも秀吉からの上洛命令が下ります。しかし宇治直は、 これを断固拒絶しました。そこには、秀吉の命令を決して飲むことのできない根本的な問題があったのです。当時、秀吉は支配下に置いた地域に重い年貢を課していました。二公一民、つまり収穫の三分の二を農民は納めなければなりませんでした。 北条氏の思考六民、つまり収穫の四割を収めればよい年貢を大きく上回ります。この秀吉の過酷な取り立てに、農民たちは苦しんでいました。年貢一つをとっても民に対する政治にこれほどの違いがある。五代にわたって築き上げてきた北条氏の民を慈しむ政治理念は、 秀吉の中央集権的な支配とは、全く相入れないものだったのです。天正17年11月24日、ついに宇治治に対し、秀吉から宣戦布告が出されます。北条氏は近年抗議をあなどり、上落をしない。 早く中罰を加え、必ずや宇治直の首をはぬべきこと。宇治直は小田原城に牢城し、長期戦に持ち込む道を選びました。宇治直が期待をかけたのは、徳川家康と伊達政宗の援軍です。それまでの間城を死守し、 一気に反撃に出ようという作戦でした。一方で宇治直は、秀吉軍の攻撃に備えて防衛力を高めます。まずは両国内にある出城の堀に独特な仕掛けを施しました。幅およそ80センチメートルの畝状の仕切りを持つ障子彫堀です。 敵が攻めるには一列になってこの船を歩かなければならず、城内から弓や鉄砲での狙い撃ちが可能になります。そして本拠地の小田原城には、当時の常識を覆す巨大な防御設備が築かれました。堀や土肥によって、城だけでなく、 城下町全体をすっぽりと囲んだのです。周囲はおよそ9キロメートルにも及びます。そして堀は最大で9メートルも深く掘られていました。当時の堀の一部が今も残されています。 工場誌の研究を続けている山口博さんは、この巨大な堀に民衆を大切にする防衛姿勢がよく現れていると言います。こんだけの構造物で,ですね、囲むということの意味はですね、やはりまああの、もちろんお城の防衛力を高めるということは一つあったと思いますね。それからあと、やはり町に住む住民も、あの、一緒に今本を 住民も一緒に守るというそういった領民たちが避難できるようなやはりスペースも確保したいという考え方だったんじゃないいかと思います。氏直は城下町だけでなくその外に暮らしていた民衆も堀の内側に避難させて秀吉軍を待ち構えました。 天正18年3月1日、秀吉が小田原に向けて出陣します。城の包囲を始めた秀吉軍。会場も秀吉の水軍によって埋め尽くされ封鎖されます。小田原城下は秀吉軍22万の大軍勢に 完全に包囲されてしまいました。しかし、秀吉も、城下町を囲む巨大な堀に阻まれて、容易に手が出せません。両者の睨み合いが続きます。この時、 城の東側の秀吉軍には、あの家康の軍勢が、主力部隊の一つとして配置されていました。宇治治は大きな衝撃を受けます。家康は、裏切った。この上は、伊達の援軍を頼むのみ。 その伊達政宗が出陣したのは、小田原城が包囲されてから一月も後。しかも、政宗が向かった先は、秀吉の陣でした。宇治治のもとにその知らせが届きます。 ウジナは思いを巡らします。勝敗が決した今、城内の罪なき民衆を巻き添えに、牢情戦を続けて良いのだろうか。そして、その時。 天正十八年、西暦一五百九十年七月。宇治治は家臣を集めて、こう語りかけます。この度の牢城は、忠義の至り。未来永劫を忘れはしない。元より、城を枕に、ち死にする覚悟でいた。 しかし、大勢の者たちの命を失うに忍びず、このような死儀となった。皆は、明日より離散して、その神明を全うしてくれ。 城を出た宇治治は秀吉に降伏します。そして、自らが切腹する代わりに、自分以外の者の,の命は助けてほしいと願い出ます。小田原城、海城。初代将雲の理想と共に築き上げた、北条一族の百年王国。 その最後の決断にも民のためを考えた宋文の意思が貫かれていたのです村さんは今日のその時をどうお捉えになりますかこれはもう本当に結果論でしてね、うん、あの北条側が負けたっていうのはね、うん、例えばあの宣教師のルイス・フロイスが書いてるんですよね、うん、つまり これで北条側がねもう少し籠城を続けていれば、うん、おそらく秀吉軍はこう撤退せざるを得なかっただろうと<ー>まあやっぱり秀吉軍22万というと兵糧だけでも相当なあれになりますので、うん、まあそういった意味では北条側にもある意味では一路の望みはあったと思います、まあ、最後の最後には小田原会城ということになるんですけれども普通ならば城枕に全員が討ち死にということが多いんですけども 氏名はやっぱりこう民を慈しむ心であ<ー>、まあ、自分が、まあ、最後は責任を取るから、まあ、民は助けてほしいという形で無血解除ですので、うん、この点がやっぱ宋文の意思みたいなのが生きてんじゃないですかねあ、まあ、今日のその時が歴史を動かした要素といえばよく言われたのがこれによって秀吉の天下統一が理事長になったということ、はい、そういう理解でよろしいんですか、はい、北条氏というようなこういわゆる地方権。うん 自分の国を自分たちが運営するというね。そういうこう流れというのが、ここで、まあ、完全に断ち切られて。まあ、中央集権国家に、まあ、修練していった。まあ、そのまさに、こう決定的なターニングポイントですね。うん、もう一つ、やはり、この小田原合戦の大きな意味というのは。うん、この後、まあ、関東に入ってきた家康が。実は、北条の政治を、政治のシステムを。 まあ、真似していいるるととうか、まあ、受け継いで,いるとでそれによって、まあ、極端な言い方すればその後の徳川260年の平和というのがいわゆる幕藩体制という形で出来上がっていきますので、まあ、これはやはり私は北条氏のいい面を民衆を慈しむという面を家康がうまくね受け継いでくれたというふうに理解してます。うありがとうございました 私どもは、その教科書って言いますか、学校でですね、この小田原城が無欠解除されたということによって、秀吉の事実上転換が取り下なったということを教わりました。そこまでだったんですね。つまり、小田原城が無欠解除されたから、法上一族はもう亡くなっちゃったんだろうというふうに思っておりましたが、実はそうではなかったわけでございまして、えー、今日は番組の終わりに、そのことのエピソードなどもご紹介しながらお別れしたいというふうに思います。今夜もご覧いただきありがとうございました。 小田わら城を開城した北条氏直は、その後わずかな家臣と共に荒野山に向かいました。自らの命と引き換えに民を守ろうとした氏直。その心意気に感服した秀吉は、氏直を殺さず荒野山への追放に留めたのです。 さらに翌年、宇治直は秀吉に許され、一万石の大名として復帰します。北条氏は、その後も河内の国、狭山藩として、幕末まで十二代にわたって存続します。 江戸時代中期の狭山藩藩主、北条氏友の日記が残されています。北条氏の子孫、北条上久さんです。初代宋雲から数えて二十代目にあたります。久さんはこの日記を読むと、いつも北条家に伝わる教えに気持ちを新たにすると言います。 家父としては、まあ、一つは正直、倹約、失踪、謙虚にいつも、あの、わきまえながら、あの、あの礼を尽くす人のために、えー、少しでも尽くしてい、えー、くような生き方を心がけていかなだっという思いはね、えー、しますね。実は、江戸時代中期、氏友が当主であった頃、 北条氏は財政難に陥り、両国経営の危機に瀕していました。いかにして藩を立て直していくのか。日記に書かれた氏友の決意には、確かに初代双文の意思が受け継がれています。三年の間に、 家臣の風紀を改める。十年の間に貧しい人々を救済する。自分は贅沢に流されず、民を憐れむよう努めたい。